クリアリングしっかりしてけ。なんかいるかもしれないからな。うんうん、いた。どうもー、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画カラスの爪第304弾はこちらのゲーム There's Something Wrong with Me、 直訳すると私には何か問題がありますという意味みたいなんですけど、何に問題があるんでしょうかね。まあ、いつものようになんかこういいフリーホラーゲームないかなーなんて感じでいろいろ探してたんですけども、でその時にこのゲーム見つけたんですね。このゲームの何に惹かれたかと言いますと、このゲームのダウンロードページに海外の方がこうコメントを残してたんですよね。なんかビデオ YouTube 投稿したんでよかったら見てくださいみたいなのね、いろいろこうコメントが残されてる中、私は何をプレイしたのかよくわかりませんって言ってる方がいてもうそれを見た時に、あ、俺やろう、これやろうって思ってでしかももう一つ面白いなっていうのが、このゲームもともと200円くらいなのかな、200円くらいで売られてたゲームみたいなんですけども、販売中って書かれてるんですね。 100% オフってなってるんだよもうなんか面白いよね100% オフのゲームって何って思って、もうちょっとこれやろうっていうことで、ちょっと今回やっていこうと思います。しかもなんかタイトルがいい味出してんだよな。私には何か問題があります人間誰しもね、欠点っていうのはあるんで、やっていきましょうしかもいつもながら香ばしさ漂うのがこのメニュー画面なしっていうところですね。ということで早速やっていきましょう。いきなりやってきたのはこれバスルームかな。なんか水が張ってあって、で宝箱宝箱があるみたいだぞ、うん、そこには疑問を持たないでいこう。ただ開かないのかな、開かないんだ。あ、じゃあとりあえずこれかな。あ、扉開けて、なんかもう囚人みたいな生活じゃない。何これ、タルト。明らかに怪しい何か。そしてすっごい画面揺れはするタイプ。肩を揺らしながらね、歩いていこう。これなんだろうね、なんか動物でも入れるような牢屋みたいなケージに見えるけど、とりあえずそこかな。あ、なんか通じてるな、見えるね。あ、血がべっとり。急にほら、ここは開くわけじゃないのかな。この隙間何こっちは大々的に開けたのに、こっちだけちょっと隙間。何それ、どういうこと、壊されたのかな。でも溶接はしっかりしてるからね、上はね落ちてこないっていう。あ、なるほど、この光の当たり方はそこか、そこの穴の開き方だな。これなんかヒントになってるのかな。謎解きがもう始まってるのか。脱出ゲームみたいな感じなのかな。いわゆる脱出ゲームみたいな感じなんだとしたら、あれ、浴槽が水がなくなってる。でハンマー、あ、取れた。あ、じゃあこれを使って壁を壊そうみたいな感じか。いや待って待って、意外となんかちゃんとしたゲームかもしれない。おお、壊れた壊れた、すごい。でバールだ。これを使ってどっかまたこじ開けることができるのかな。こっち側は暗闇だけど、あ、なんか地下なのかな。うん、閉じ込められてるよね完全に。外は青空、珍しいね、ホラーゲームだけど外は青空よ。お日様の光がね眩しいもんね。このバールを使って今度はこれかな、これじゃないのか。あ、宝箱をこじ開けるのかな。とりあえず行ってみようか。浴槽には変化なし。これだよな。あ、開いた。フラッシュライトだ、取った。あ、じゃあこれで、嘘、さっきまで外は青空言ってたのに突然の暗闇、怖っ待って、こういうタイプのゲームだと効果音でかそうだな。やだな今回めちゃめちゃ俺叫ぶかもしれないぞここはでも何も変化ないよね。うん、急に暗くなったな本当に。こっち側か。あ、怖いぞ、怖いぞ、地味に怖いぞ。血がべっとりのところも特に変化なしかな。箱にも何も入ってない。あとはもうこっちの奥。うわ、起きそう、なんか起きそうだな。あ、でも変化なしか。あ、じゃあこれ戻ったらなんかあんのかな。やだな、壁伝いに行こうかな。よし、クリアリングしっかりしてけ。なんかいるかもしれないからな。いたいたな。ほんとにいたわ。何その隆起の仕方。腹筋に力入れたり緩めたりしてんの？いや、ちょっと待って。首めちゃめちゃ回転してるしな。待って待って、これ絶対襲われるだろう。待って、身構えるな。ちょっと引き気味でいこう。怖っ。消えた。心臓ドックンドックン。そりゃするわ。あんな全裸の民がないきなり現れたらな。こっち一回入ろうか。特に変化なし。いや待って、じらされんのやだな。さっきやつがいたところには何か落ちてるわけではない。あー、じゃあもう一回あの暗闇の方向に向かうのかな。で襲われて終わりかな。なんかそんな気がするぞ。なんだ、フラッシュライトなくなった。で真っ暗闇。え、待って、一回明るい方行っていい？あ、怖っ。え、閉まってる。嘘、閉じ込められた。あ、待って、これ振り返ったらどんなやつだ、多分。あ、なんだ、ループしてる。私この世界線ループしてる。待って待って、あ、木箱もなくなってる。何この音楽、何この音楽は。何、ちょっと壮大な感じ。何かが迫ってきてんの。お、何どういう音楽これ。いけんの？あ、外いける。あ、森？夢でも見てんのかな。なんだろう、すごいハッピーエンドっぽいぞ曲はめちゃめちゃハッピーエンドっぽい。こっち側でいいのかな。公園なんだろうね。ここはどういった施設なのか。主人公もね、肩を左右に振りながら歩いてるぐらいなんで、うん、ルンルン気分だと思いますこっちで合ってんのかな。いやでも不気味なんだよな。ちょっと効果音とか不気味なんだよな。あ、ちょっと待って、鳥肌立ってきたそこの木は何だろう。ちょっと低木が1個だけあるけど、こっちで合ってんのかそもそも。あ、合ってなかったこっちじゃなかったわ多分。待って、音楽が消えかかってるの嫌だな。あ、ループしてくれる俺がもたもたしてたからだよね多分ね。うん、あ、もう一回同じ音楽聴いていきたいと思いますちょっとずつ壮大になるあの音楽。うん、多分こっち側なんだよな。走れないからね、このスピードマックスです。お、なんだ、ここで行き止まったのか。あ、なんだろうっていう夢を見たの。時計のチクタク音で、なんか俺身長低くなってないもうちょっと上から見てたよね、浴槽ね。身長低くなってない。え、あ、いた。あ、時計だ。あ、いる。さっきの化け物かな。時計じゃないってことは絶対これだよな。うわ、やだな。怖っ。落ちてきそう。あれでも何もなし。あ、銃が落ちてる。あっどういう終わりだよマジでそれあれだわ、コメント欄に海外の人も私は一体何をプレイしたのか分かりませんって書くわ最高だわ。フリーホラーゲームのいいところが全部入ってたんじゃないかなこのゲームもうあー、ということで今回は There's Something Wrong with Me というホラーゲームの方で遊んできました。またこんな感じでちょっと変なホラーゲームもどんどんやっていこうと思いますので、チャンネル登録まだしてない方はチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。